皆さんこんばんは。お出かけ楽しめた、楽しめました。今日はお出かけ日和でお出かけしました。あのさ、ツイートしたんやけどさ、もうめっちゃくちゃ、もう信じられんぐらい久しぶりにソレイユ行って、でなんかでもいろいろ変わったっていうのはできたよみたいな。え、ソレイユに豚カフェみたいな、そんなことあると思ってびっくりしたんやけど。ジェシー猫カフェもあったし、あとキング犬もあったし、あとあれよ、なんか VS なんちゃらなんちゃらみたいな、あのとにかくほんまにいろいろ変わっとって、広島の大きいイオンなんやけど、マジであの本当にびっくりした。え、何この施設みたいな、この VS なんちゃらのところがほんまにすごすぎて、え、これめっちゃ行きたいって思った。こんなに激アツやんと思って、そうめっちゃ行きたいって思いました。今日ね、そのソレイユ歩いとったら駄菓子がいっぱい置いてあるお店というか、飛行船なんですけど、飛行船って分かります？皆さん飛行船って分かる？みんな、もう私たち世代というかの女の子はもうほんまにエモーってなる空に浮いてるやつ。いや間違ったらんのやけど、それとはまた違う文房具屋さんなんやけど、だとんやけど、あの私が言いたいのは文房具屋さん、小学生のもう小 JS が集う私マジでその飛行船っていう、でお父さんは飛行船の前の廊下にずっと立ってて立たせてた覚えがあります。もうさ、信じられんぐらいの量の鉛筆がずらーってあったり、消しゴムがずらーってあったり、鉛筆のキャップとか、もうほんまに、あ、シールとか、もし駄菓子買ってきましたので発表したいと思いますなんか気分によってしょっぱい系が多かったり甘い系が多かったり、めっちゃ分かれるんやけど、今日はそのハンバーガー、しょっぱいのを食べた後だったけ、どちらかというとしょっぱいグラブ、これも大好きこれ超好き。これ食べとるというか、なんか買ってきてって言っとるイメージあるそう、これグレープ味、何味があったっけな。今日の飛行船にはコーラとソーダとグレープがあった確か。でも私がちっちゃい時はみかん味もあった気がする。ちょっとうる覚えやけど、これ大好き。これというかあのチューイング系、チューイングガム系が、チューイングキャンディ系が好きなので、そうこれはそれのいっぱいある版って感じじゃけ、もう最高ラブ。そしてお次はこれ、キューバーンキャンディーボックス、イエーイめっちゃ下手なヒカキンさん、キューバーンキャンディーボックスでも待って、一歩近づいてるね、やればやるほど近づいてる、ヒュー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 
Candy box これなんかさ、あのこういうぐらいのさ板にズラララララって12個ぐらいさこれが並んどるやつあるじゃないですか。でもそれのなんかさらに上を行く感じじゃないですか。いっぱいある、いっぱい入ってる、嬉しい。でもこれね、たまに食べるよ、コンビニでたまにね見かける系、買います、見つけたら。これめっちゃ美味しいよね。これみんなもさ食べたことあるよね。そういっぱい入っとるし、味も4種類も入っとる。何個入っとんじゃ、1234567 12345671234567 あ、8個やけん、シワ32個入ってます。豪華。そして次はこちら、梅ミンツ、じゃーん。私これ多分食べたことないよね、現役時代現役時代その小学校の時食べたことないんですけど、今もう本当に梅のお菓子しか食べてなくて、信じられないぐらい梅にドハマりしてるんですよね。実はこう見えてもう梅しか買ってないんですよ、コンビニで。ぐらいハマってた、ハマってるのでちょっと買ってみました、梅ミンツ。美味しそう、美味しそうです。そして最後、なんかこれは一番最初に手に取ったんやけど、あの駄菓子屋さんを 見るって言ってもなんか買うつもりはあんまりなくって、ちょっとサクッと見てみるか寄ってみるかって感じで、久々の飛行船レッツゴーみたいな感じで行ったんやけど、このお菓子を見つけた途端にもう懐かしすぎて、待ってこれがあるなんて言って、もう本当にもうあの頃の石田千穂が蘇ってきて、そっからちょっとお買い物したんやね。なんでしょう、これむずいと思う。私も普通に駄菓子をパッて思い浮かべた時にこれ出てこんもんねでもこれは私の記憶の中では2つぐらいの味しかなかった記憶だったんですけど、今日見たら3種類あって悩みました。え、これ絶対当たらんと思う。もし当たったら今からその人の住所聞いてその人の家にこれを届けに行きたいぐらい感動する。ぐらい絶対当たらんけど言わせ、あの発表したいと思います。それがこちら、ヒュルルルルルルルバーン、モンスタースタンプ、イエーイ懲りてなかったヒカキンさんのモノマネ、モンスタースタンプです。え、初見の人がいっぱいいるでも私の23の代ぐらいの人は知っとると思う。モンスタースタンプっていう、これなんて言ったらいいんやろ、ラムネでもないし、これは正式には何なんだ、清涼菓子。これすごいんですよ、これ超画期的な。あ、そうそうそう、舌が大変なことで、ベロがあのすんごい色がつくやつなんやけど、これすごい画期的なお菓子で、このスタンプみたいな形になったよね、食べれるスタンプみたいな、このモンスタースタンプってあるんやけどさ、これベロで舐めてでそのまま紙にピッてやったら
スタンプになるんですよ。意味わかんない、誰がその誰がそのあね用途で使うんやろって感じなんですけど、そうベロでペーってやってペーってやったらスタンプになるの。食べれるスタンプ、サイダー味。これね、なんか知らんけどね、美味しかったね記憶があるんですよね。これは東京都で作られてますね。あ、神奈川で作られてますね。これうん、めっちゃよく買うわけではなかったけど、たまに買ってましたね。やってみよっか。紙がないよね。紙もう使わないじゃないですか。あの辺にありそう。ちょっと取ってきます。ね、紙あるけどさ、なんか給料明細とかさそういうのしかないんやけど、どうしよう。あ、え、真っ白の紙あった。あ、真っ白じゃない、これ。でも若干真っ白な髪がありました。私が遠征した時のコンビニの買ったご飯代を精算できるんですけど、それをやってみようと試みて難しくて諦めた時のレシートが1枚貼ってある紙がありました。のでそれをやりたいと思います。その紙に、じゃあ開封。開かぬ。何個入ったんやろ。 1,2,3,4 4個入っとるわ。こんな感じ、ほんまにさスタンプみたいなんや。これなんだ。あ、わかった、これ。じゃあスタンプします。いざ、ちょみんなで見よう。せーの、じゃん。わお、すごい。なんかちょっとやだかも。ちょっともう一回やっていい？ちょっともう一回、もう一回やるわ。はい、サクッとやった。飛ぶな。白い毛。ほら、こんな感じ。魔女。これ魔女です。わかる？これが帽子で、これ。鼻の長い魔女。すごいよね。味はちょっと今さ舐めただけやけどさ、味全然わからん。ちょっと食べます。あ、待って、懐かしい。味はソーダ味のなんて言ったらいいんやろ、全然あんまり甘くない。あ、そう、私ソーダ味買ったんやけど、ソーダ味の砂糖の塊なんかコンペイトーと飴の間みたいな。あんまり美味しそうな感じしない。いや、私これ結構好きですよ本当に。なんかなんて言ったらいいんやろ、
ラムネでもないし飴でもないしコンペイトでもないんですけど、え、なんて言ったらいいんやろ。だし全然あんまり甘くないんですよね。でも飽きない味というかずっと口に入れときたい系の味。なんかガムをガムの味みたいな。ガムってさ味そんな強くないじゃないですか。ガムガムの味付けおいしい。私ずっと口の中に居続けるような食べ物が好きなんですよ。あんまり味が濃くなくてずっと口の中に居続けるような食べ物が好きで、例えばこのキャンディーボックスもなかなか口からいなくならないじゃないですか。だしこのロングチューもなかなか口からいなくならないじゃないですか。もともと韓国のお菓子。そうなんや。なあ、私配信中やけさ噛んだけど、配信しとらんかったらずっと噛まずにおったと思うっていうやつでした。うん、紫色部ワンワン。っていう感じでした。このモンスタースタンプは、あと何の絵柄があるやろ。これ後から食べるわ。あとかぼちゃとお化けと、あ、色も違う。あ、さっきさ紫だったやん。青と赤と、え、これ同じ色？赤、ピンクがある。お化け2個とかぼちゃと魔女。ハロウィン仕様なんかな。いや、年中あった気がするけど。そう、年中ハロウィン気分を味わえるお菓子ですね、これ。っていう感じでした。あ、あと今日はメガネも買いました。わー、メガネゲットだぜ。メガネゲットしました。これは今まで買ったメガネの中で一番あのでかい、枠がでかい気がする。なんかいっぱい試着し、あの、使やってみて一番これがしっくりきました。どっついとらん。なんかお母さんと、いやマジでサングラスしなみたいな言われて、お母さんに、私あんまりかけんのんですよ。でマジで暑いしサングラスかけとるのとかけんのじゃ全然日焼けは目からくるけんって言われて、確かになーってなってで色付きは何個か持っとったんよ。でもさ、色付きのサングラスってなんかちょっと誰も誰にも
会わん時に一人でかけとくのは別に何とも思わんのんじゃけど、仕事行く時とかにサングラスかけとるのってなんかちょっとなんかそわそわするというかそうじゃけ透明なやつを買いました。これで目から紫外線を守る、紫外線から目を守る。そうだよ。次のファミで当てよう。つらい。私毎回ファミするたんびにメガネがなくなるそう、そう。でもそれこそほんまにその前回のファミでメガネすればサングラス機能なかったんやけど、でも黒縁のメガネをプレゼントしたけちょうどなかったけぴったりでした。クライアップデイズ、僕はカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけ。ほんまにこの曲好き、好きじゃし、マジで石田でよかったと思いましたこの曲はキャプテン副キャプテン、その次はもう序列が名前順なのでほんまに運ゲーすぎる。そんなんラッキー、石田に生まれてよかったと思いました。あんまりなんか早くてよかったと思うことなかったんですよね、人生で。学校とかだったらさ、早かったら席最初の方早くなるし、学年変わってすぐとかじゃし、なんか発表とかも何かと最初になっちゃうけ、もうこれは得しましたね。STA ってたまに不思議な選抜を、なんか面白い選抜のあれしますよね。選抜というかなんかグループ分けとかも最近はないか。と昔は年齢低い人と上の人で、低い一番若い子がから序列よくみたいな、それが制服の重さと原点ですね。原点って風を待つのカップリングだったんですけど、私風を待つ結構悔しくて立ち位置がで、からの原点もその選抜の中で一番年が上の、一番か二番目に上のメンバーだったからすごい端っこだったよね。やけもう風松はうわってなってた。めっちゃ懐かしい思い出、今となっては懐かしいねっていう感じ。そう、確かに出向はねありがたいことに。
仕方だけあっという間に、背の順だったら真ん中くらいが多い。うん、中学の時はちょっと上の方だったけど、いや中学上でもないか、小学校が、私小学校の時に背が伸びたんですよ。やけ小5、6は後ろから、一番後ろとかじゃなかったけど後ろから3番目とかだった。でも幼稚園は一番前だった。やけん卒園アルバムとか見たら背の順に並ぶじゃん、大体大体一番前におるけすぐ見つかる。でも小学校はどんどん背が伸びて、で中学校は真ん中よりほんのちょっと上くらいの、中の上ぐらいの立ち位置だった。背の順で言うと、STU で言ったらどうなんやろ、めっちゃ真ん中っぽい、真ん中だね多分。今157です。そう、多分平均ぐらいよね、女の子の平均ってそれぐらいのイメージ。縮んでない。縮んでない。なんなら多分本当は 156.8 とかなんやけど。そう、まあこれは四捨五入していいやろって感じで157っていいよ。20代の平均身長は 157.5。 あ、そうなんや。じゃあちょい下。でもほぼ平均ですね。 ST って毎年身長測らないの？え、なんか毎年ってわけじゃないけど、なんか急に身長測ってって言われる時が訪れるけど、毎年ではない。え、毎年なんかな、わからん。でもレッスン上にあの測るやつあるけ、そういつでも測れる。プロフィール撮影の時に測ってるのか。え、うん、なんか衣装のあれで採寸とかは定期的にというかやるよってなったりするけど、身長あんま測ってないかも。なんか髪がさ一本なんかある気がしてモヤモヤする。160行きたかった。行きたかったです。160あと3センチ欲しかった。よく言えば162ぐらい。あと5センチ欲しかったけど、まあヒールでなんとかなるけ、まあって感じ。チュ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 ルル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 ル。
白髪にすると幼い。ほんまに？しかもさ、このちょっといつもの平均よりさ短いんよね髪やけ、なんかなおさらちょっといつもと違うなと思ったし、舞茸さより一層短い。今コンタクトつけちゃうけどさ、ちょっと下がろう。今日の平均めっちゃ好き。ほんまに嬉しいさ。そう、なんかさ昨日さなんか意味わからん匂わせみたいなしたんですけど、それ今日じゃなかった。すいませんね。今日最初は今日の予定だったんですけど、今日じゃなくなってた。私が見落としてた。失礼しました。忘れてください。ね、匂わないものを匂わせてしまってた。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても、最近やってないな。いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっとあのさ、新公演さ秋にするみたいなさ、あれね発表されたよね。秋にやるんかいな。秋にほんまに。でもね、秋はね9、10、11が秋ですよね。じゃあまあ全然可能性あるか。人によってはね12とか1位まで秋っていう人もいるかもしれません。えね、私も全然あんまりまだ分かっとらんけ、あの発表以来楽しみ。あ、てか今日から9月ですね。皆さん9月もよろしくお願いします。イエイイエイ。9月ネイル拍手やば。あと4ヶ月今年。早い、早すぎる。あと4ヶ月で1年終わる。え、ほんまにあっという間じゃない？やばいんじゃけど。やばいね。ほえびっくりじゃん。ね、早いね。あっという間だね。あっという間すぎる。私仕事始め何したんやろ。何だったっけな、生写真かな。ちょっと見てみよう。
石田は仕事始め何をしていたのでしょうか。あ、待って、見れんかも。なんかスケジュール入れてもらうアプリ変えたんよね、変わってから。あ、でも入れ直したら見れるんかな、どうやろう。今アプリをなんかもう一回入れ直すみたいな。あ、でも自分のカレンダーに入れてるかな。私たまにカレンダーめっちゃ入れたくなってズダダダって入れるんですけど、あ、入れとる入れとる。私のお仕事始めテレビ派だ。うん、今日誕生日、味噌カツソニックさん、お誕生日おめでとうございます。美味しそう、味噌カツおめでとう。テレビ派ですね。割とのんびりした。え、そうじゃそうじゃ、え、懐かしい。そうじゃ、倉敷行ったり、お父さんと舞ちゃんと宮島行ったりしましたね。あといとこと、あの友達と温泉行ってますね2回行ってる。え、そうで、私ユニバの年パスあんまり使えてないんですよねって思ったけど、もう3回行っとるわ。年パス買ってからふーちゃんと行ったのと家族と行ったのと、あと友達と行ったけ。でもいつじゃろ、え、友達と行ったのいつ、6月ぐらいか。それ入れてないわカレンダー。でももっと行きたい、あと5回ぐらい行きたいです。4ヶ月で、あと4ヶ月で5回行けるのか。そう、そう、多分もう元取ったけど純粋に行きたい、すき焼き。気軽にユニバ行ける人羨ましいなってめっちゃ思う。大阪付近に住んどったりしたら。ディズニーとユニバだったらユニバ派？え？うーん、難しい。なんか求めとるものが違うかも、あんまり。そう、どっちも大好きじゃけど、ユニバの方が圧倒的に行っとる回数が多いけ、なんか思い入れはユニバの方があるけど、なんかワクワクが増すのはディズニーかな。今日さ、クロックしてから初めて髪の毛巻いたんやけど、マジでなんか違和感がめっちゃあって、黒髪で巻く感じがなんか慣れんかった。謎に
ずっと暗かったのに。嬉しい、お褒めの言葉がたくさん、感謝。髪色でメイク変わったりするの？え、なんかさ、眉毛の色変えた方がいいみたいなあるけど、私変えんかったんよね。茶色の時も黒の時も同じような色を使っとった。てか同じの使っとったけど、そんな多分いい、そんな変じゃないと思う。ちょっとモンスタースタンプ湿気そうだ、食べよう。封しとこう。あ、確かにやばい、大人になっちゃったね。スタンプせずサクッと食べちゃった。そのまま食べれるものが好きかも。これも舐めるとスタンプになるよ、そのまま食べれるって書いてるんですけど、なんかさ、ボンタン飴のさ、ラミネートみたいなさやつあるやん。あれもさ、そのまま食べれるやん。ああいうのが、このあゆの好む傾向にありますな。あ、オブラートや、オブラート。夢を書き集め、探し物探しに行くのさ、ワンピース。ちゃんがそれいいってツイートしたから、それいいがトレンド入りしてて絶対私のあれじゃないと思うけどでもそれいいよ。なんか食べきらんと話しにくい。それってフードコート大きいのかな。え、めっちゃ大きいよ。じゃし、普通のなんかみんなが想像するフードコートが3階にあって、なんかマックとかさ、あのペッパーランチとかサティワンとかがあるのが3階にあって、で1階にちょっと大人のあのフードコートがあるんよ。そこにキング券が増えとって、新しく一番手前のところに、え、キング券やってなって超びっくりしました。そう、そこにね、ポーラーベアもあるよ。昔さ、広島市内にあったポーラーベア
ていうジェラート屋さん、ジェラートなんていうんやっけ、そうメンバーがさよく行っとった、私もふーちゃんとみちゅとも行ったかな。その1階の方の大人の方のフードコートは何があるっけ、親子丼とかお好み焼きとか、あとあれあれよ、肉のさやつあ、いきなりステーキや、いきなりステーキがそこにできた時すっごい人並んどって、いけないステーキが来たぞみたいな感じ で私も並んで食べました。懐かしい。そう、お店充実してるんやね。え、ほんまに割と一日楽しめる。それゆえはそう、広島の学生は、学生というかもうなんかもう広島の人は遊ぶってなったら市内かソレイユって感じですね。街中だったら、でもソレイユは映画もあるし、今日見たさあれほんまに衝撃だったよね。あ、調べよう。それゆえに VS なんちゃらみたいな、なんかすごい施設ができとって、七五三とかのさフォセットっていうさスタジオがあったところに大きくなんか VS なんちゃらみたいな、それゆえ VS びっくりした。 VS パークや、VS パークはテレビのバラエティ番組のような体験ができる屋内屋内やばすぎアクティビティ施設、24種類以上すごい。え、ほんまにすごい。これさめっちゃ行きたい。スペイベでさこれ行かん、みんなで次のスペイベこれにならんかな。え、そう、え、ほんまにすごい。え、これやりたい。これちょっと、あ、変わった。このさ棒が回っとってさジャンプして越えていくやつ、これなんかよく TikTok で見る。すごい。ほとかめっちゃ大きいボウリングとか、なんかほんまにいっぱいある。え、楽しそう。え、行きたい行きたい。え、行きたい、ほんまに行きたい。これえ、マジで行きたい。え、行きたい、面白そう、めっちゃ。えー、いいね。これさ、広島以外にさ東京にもあるんかな。いろんなとこにありそうよね。 VS パークとは違うわ、どっかに帰ってないから。なんかこの服ちょっとツンツンしとってかゆくなる肌が。すごい、このさメニューみたいなとこ押したらさ、ホーム VS パークとは初めてご利用になる方へ、ニュースアクティビティとかズラララララって書いてあるんやけど、その中に取材ロケ地のご相談はこちらって書いてある。すごい慣れてる。やっぱいっぱいそういうのが来るんだろうね。スティードも行きたい。辛い人多かった。いや、あんま強くなかった気がする、意外と。メンバーって行きなよ。私プライベートで誰かと会うってなったらまいちゃんぐらいしかいないんですけど、まいちゃん行ってくれるかな。まい
ちゃん言ってくれるかな。でしそれ言って市内の方から行くのが結構難易度高い。エスペイブでやりたいな、行きたい。え、確かにまいちゃんスポーツとか体動かしたいとか言い始めたら途端に連れていこう。天神川駅が近そう。そう、天神川駅から5分ぐらいで着くと。でも広島駅からバスも出とる。100円ぐらいで。なんかこっちの目がゴロゴロする。撮ろっかな。今日はなんかサクッと撮ろうと思います。けど恋それと言わなびまいせでしょ。こんなカラコンをしています。でも色はほぼ変わらん、変わらんくない？色はあんま変わらんのにしとって、大きさが大きくなるやつを使ってますね。ぴったり、指にぴったりくっつけた。チュ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 そう、自分の目の色好き。この歌さ、なんか昨日あの麦わら帽子かぶっとった時にさ、この歌歌ったよね、歌いよったよね配信で。そしたら今日も離れん。形を切るのさ。最近 TikTok 見よったらさ、ワンピースの絵がめっちゃ上手い人がワンピースの絵を描きながら、そのシーンの絵を描きながら、でも音はワンピースの音、なんか感動するところのセリフが流れとるやつがバズっとってよく回ってくるよね。それ見とったらめっちゃワンピース見たいってなる。なんかさ、漫画はワンの国の途中ぐらいまで見たんやけど、アニメはさちゃんと見たことなくて、なんか学生の頃とかワンピースとドラゴンボールは絶対毎週ついとってそれで見てはいたんだけど、でもちゃんと
1話から見たことがなかったけ、ちょっと見たい。今だと442時間やば。442時間ってさ、1日2時間見たとしても全く計算ができんかと。な、57分ありがとうございます。じゃあ終わる。20位良平さん、19位ルディエカさん、18位ジムジムさん、17位マヤ太郎さん、16位タカヒロくんさん、15位台湾のコウさん、14位パルダアーグリさん、13位ヌルディンさん、12位ユリアピースさん、11位ミックさん、10位ツリケンさん、9位ロッサさん、8位サファさん、7位ケイセキさん、ヤッキーセブン、6位ケイトさん、5位阿部寛さん、4位グリオティーナさん、3位おっちゃんさん、スイスイ、2位東京のスワンさん、ツーツー、そしてそして第1位はピュラロヒュン、ヨイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです。いありがとう、ありがとう、ありがとうございます。配信ありがとう、こちらこそ、ヤイチさんありがとうね。待って、ミスったな。スクショタイムするならカラコンつけとったらよかった。まあいいか、じゃあします。いなんやろ顔。ありがとうございました。さよなら、グッバイ。君の運命の人は僕じゃない、グッバイ、さよなら、おやすみなさい。明日も頑張りましょう。9月よろしくね。いい夢を皆さん見れますように。バイバイ、またね、バイバイ、おやすみ。